ようこそ B プロジェクトのプレミアムステージへ。北コレの北門智久です。会いたかったよお姫様。丈太郎さん、さっきはお疲れ様でした。これ国隆二だよ。兄がたち準備はいい？これから B プロの奇妙な冒険が始まるよ。ちゃんと僕たちについてきてよね。スライムの金城ゴーストだ。今日は俺たちにとってもスペシャルなステージになる。目離すんじゃねえぞ。みんなこんにちは、アシュユータです。うわー、ドキドキするな。みんなも同じ気持ちかな。今日はたくさん楽しんでいってね。スライムの藍染ケントです。ようやく会えたね、子猫ちゃんたち。俺のこと以外考えられないようにするつもりだから覚悟してね。どうも。ムーンズの増永和奈です。今日は俺たちに会いに来てくれてありがとう。また君との新しい思い出が増えると思うとなんだかドキドキしちゃうね。ムーンズの音声もまたもだ。俺たちにとっても今日は特別な日になる。忘れられないステージにするから、目をそらさず俺のこと見ていてほしい。イエーイ、オサリヒカルです。会場盛り上がってる、テンション上がってる、みんなの声を聞かせて。イエーイ、足りねえな、もっともっと声聞かせろよ。やればできんじゃねえか、ムーンズののめたつひろだ。最後まで気抜くんじゃねえぞ。さすが僕たちの可愛いウサギちゃんたちは優秀ですね。あ、申し遅れました。ムーンズの関村帝です。皆さんやめてください、ちょっかいやめてください、やめなさい。さて今日はビッグニュース。やめてください、もうウサギくん。今日はビッグニュースがあるとか。皆さんトゥンクの準備はいいですか。あの、なんでみんな静かにやってくるんですか。はい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 、あら、ということでございまして、ザリバヤスさんだ。ありがとうございます。ちょっともう口々に言わない。さあ、ということでございまして、B プロジェクトプレミアムステージへようこそお越しいただきました。いいテンションですか。よ、良いテンションですね。まあこんなにいっぱい来ていただいて。さあ、ということでございまして、で今回はね、ニコ生をご覧の、ね、皆さんもね、一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、司会のアメリカザリガニ柳原です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますよ。アメリカの方、変な声、うるさい。今日押せないんだから、そんなに。じゃあ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 、始まった始まった。そんな国家背負ってない俺らは。東洋人丸出しということでございまして、もういい、ご挨拶しなさい。順に小野さんから一人ずつ、持ち方から順に、はい、はい、どうぞ。改めまして、北これ北方と申した役、小野大輔です。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。そして相方がまたいないじゃん。いや、もうええねん、そんな話。僕ザリガニやりましょうか。やらんでいいよ。そんなアメリカとザリガニでうち分けてないから。早く。はい、そんなわけでお笑い担当のコレクニーリュウジ役、お笑いの方の大輔です。よろしくお願いします。ダブル大輔ですからね、ここは。はい、そして、はい、皆さんこんにちは、金城ゴーシー役、豊永俊之です。今日は精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
結婚生活どうよ。おめでとう。あのやめましょう。岸尾さんとイベント被るたんびに毎回その話振るのやめてもらっていいですか。ウェーじゃなくて、ウェーじゃなくて、オフマイクでウェーって言うなよみんな。もういいから、よろしくお願いします。ここ2、3分しか撮ってないから。はい、はい、アシュー雄太役の花井夏樹です。皆様ありがとうございます。今日は、スライブ3人揃ったということで、非常に楽しみです。今日は頑張っていくのでよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、藍染健人役の加藤和樹です。皆さん今日は楽しんでいきましょう。よろしく。かっこいいね今日も。はい、そしてはい、増永和奈役上村優斗です。皆さんこんにちは。ありがとうございます。今日は全員揃ってすごい嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、音材桃太郎、覚えなさい、演奏います柿原哲也でございます。本日は最後までよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、皆さんこんにちは。オサリ光役の森久保祥太郎です。会場の皆さんも、そしてニコ生ですか、はい、ニコ生の皆さんも楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてそして、はい、野目達弘役の大川元気です。今日は出演者全員揃っているということで、お客さんの皆さんと一緒に楽しめればと思います。よろしくお願いします。そして皆さんこんにちは、関村美香役の増田俊樹です。ミラタンにタンクを今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、短い時間ではございますけど盛り上がっていきましょう。じゃあ皆さん、あの後ろに座っていただきましてね、はい、はい、ということでどんどん行きましょう。さあ皆さんもね、すでにご存知と思いますけど、この B プロジェクトとは、音楽、ラジオ、イベントなどさまざまなメディアを巻き込んでドラマティックに展開するスーパーアイドルエンターテインメントストーリーとなっとるわけでございますね。総合プロデュースに西川貴教さん、そして企画原作に志倉千代丸さんが担当されてですね、まさにもうね、今もこれ最強のタッグと言ってもいいでしょうね。もう二人ね、あの年も近いで話もすごく合うみたいでございます、うん、はい、ということでここまではね、皆さんもご存知でしょうね。すでにホームページに公開されてますから、ここから先はですね、もうあえてね、掲載している情報はお伝えしませんよ。新情報ばかりですからね。よ、あ、いいね、そういうの欲しかったのよ。新情報ばかりですからね。あ、本当に叩けば響くね君たちは、ありがとう。さあということで、初出し情報盛りだくさんでございますから、まずは最新 PV が出来上がりましたんで、早速ご覧いただきますよ。どうぞ、これだ。ということですよ。よい。ねえ、やりましたねこれ。はあ。ということでね、こういう面々でやっていくわけでございますよ。はあ、いいですね。はい。ということです。いいですよ皆さん、リアクション。ほんでそのサイリウムですか。あの、歌ってる時に各自がすごい打点の低いところで振ってたんやけど今もっと打点だからここしかチャンスなかったかもよ。あ、さあということでございます。柿原さん、これ柿とうとう指導しましたねこれで。はい、もうこの前のイベントで横に俺の横に来てね、柿が柳原さん、僕たちはどうなるんですかってずっとこれね、そうだね、一番僕たちがその情報というものを得ていない、だから皆さんと全く同じ状況だったんですよ ね、はい、それがとうとう皆さんに発表できるっていう、うん、これ指導したということでございますけどもね、はい、まあ、この3組今日ね、ご覧のね3組の皆さんがどうアニメで絡んでいるか非常に楽しみではございますけれども、続いてはですね、この3ユニットにフォーカスをしてですね、話を していきたいと思います。まずは、はい、北頃のお二人からいきましょうか。はい、ね、まあ、うん、このダブル大輔さんでございますけど、どうですか、チームワーク的にはお二人は。超仲良しです。あ、さすが、はい、です。まあ、はい、まあ、大体僕が先輩なんで僕の言うこと全部聞いてくれるんで。そうですね、大丈夫ですね、はい、イエスマンですね。はい、
すべて、はい、他のユニットと比べてね、あの2人しかいないからフットワークは実際マジで軽いですよ ね、 でもそうですね、いろんなところにね、うん、行けるでしょうし、キャキャ言われる担当、お笑い担当で完璧。いや、この担当は今初めて聞いたんですけど、いやいや分かってたでしょ分かってたでしょ、あんたキャキャ言われてればいいのよ。なんか2人見てたらなんかキンキキッズみたいな感じがね若干なんか、ああそうかそうか、大好きで一緒かみたいなね。あ、でもザリガニやりましょうか。やらんでええからデモじゃねえ、デモじゃねえし、できそうやし、うん、僕もそっち側なんで、違う、限りなくそっち側、あっち側なんだ、鍵が限りなくそっち側、あなたは声優ねえ、気づいて、あなたは声優、めっちゃ目見られてる、釈迦みたいな、限りなく神に近い男で、限りなく芸人に近い男で、なら、なら、うん、なんで股間全部、股間全部閉じたのかねえ、あんまり分からへんかな、このツッコミも、はい、ねえ、なるほど、まあ、ふんさん、その辺はちゃんと2人的には OK なんですね、2人的には、せーの、大輔的にはオールオーケーです。下手くそ下手くそ、練習するならしとく、それ用のカンペ今の違います。おかしいでしょこれ北コレのなんかあの特徴について、特徴、そんなもん持ってきないな。北コレのユニット名は北門コレクニの頭文字から取っています。そりゃそうやろ、はい、いや、そこ名前の方から取らなくてよかったですよね。当たり前ですね。ヒサジになっちゃうから。そんなおかしい。智久と龍一でヒサジになっちゃうから。まああのゴテンクスみたいなもんだよね。ゴテンクスだね。違う違う違う。うん、まあ、それ別にゴテンクスです。やめとけよ。フュージョンしてへんし。やる？やらんでいいよ。できんや。違うって言ったらフュー。そう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 、やってみーな、やってみーな、奇跡的にフュージョンしたら溶けへん時の方が怖いよガリガリ感めっちゃデブになるで。フュージョンは30分で溶ける。うるさい大丈夫知ってるけど、ポタラでしょ、ポタラで取れへん、細かいな。ポタラの話まで行きました。二人三脚であうんの呼吸で仲のいいユニットです。すぐ突っ込んできたね、あうんの呼吸ですからね、はい、ライガとフーガです。まあ、キャラクター的にはキャラクター的にはね、はい、ライガとフーガって双子やね。キャラクター的にはライガとフーガ、違う、双子やろ。ライガとフーガは弟先死んだよ。うわ、もうそんなどうでもええ、打ては響く、もう怒られるもう次、あー面白い、次スライム、スライムの3人はどうですか、はい、チームワーク的にはどうですか。チームワークいいですよ。チームワークいいです、チームワークはいいですよ。ラジオもね、やったりしてますから、らもう B プロの、うん、はい、はい、そうそうそう、ラジオもやってますし、あと一番こう、サンス組が激しそうに見えますけど、す ね、うん、ね、中の人たちは仲がいいです。仲がいい、はい、中の人たちは仲がいいです。その、その役スライム的なリーダーは誰ですか。役的には、まあ、癖のある、まあ、3人なので、ね、まあ、関係性がすごいちゃんとしてるので、はい、まあ、そこが崩れないチームかなっていうところがあって、ね、曲調的には3つ のグループの中で一番かっこいいというか、うん、ワイルド系なクールな、うん、楽曲が多いですね。あー、はい、なるほど、アーティスト志向が高いというか。そうですね、はい、なるほどね。そうですね、ちょっとアイドルを見下したりしてる人もいます。中には、中にはそれ俺か。いや、君だよ。君なんで3人の枠から外れんねん、ちょっとクセモノが多いグループですね。そうですね、ちょっと個性が強すぎるというか、僕は割と一匹狼なんで、その本当に一匹狼が3匹集まったみたいなグループであるわけですね、はい、そうです。で、ファンのことをスライバーと呼んでいます。スライバー、はい、ファンの人たちのことを、はい、スライバー、ユニットがスライブっていう名前なんで、はい、スライバーと。そう、スライバーはどれぐらいいるのかな。おお、スライバー、ありがとうございます。スライバーいいね。あ、ちょっとごめんなさいね、岸田さん横でスライムっていうのやめてもらっていいですか。オフマイクで倒してレベル上げるぞあ、 RPG になっちゃったで、倒されましょうね皆さんね。はい、ということでございます。じゃあ次、ムーンズ。もうね、回ってこないかと思いましたよ、こっちまで。本当ですよ。いや、よかったっすよ。すいません、大喜利じゃないので、ね、緊張しないで、ね、いやいや、もうすみません、先にいいですか。はい、ムーンズのことコメントさせていただく前に、はい、今後こういうイベントがあったら北コレと逆にしてくださいそれは正解かもしれません。やめろ、そういうねん、そういうねん。スタッフ確認した北コレ一番向こうね、次から。そうそう、スタッフ頼むよ。そしたら安心してきますね。532で、はい、来てないこれに。で、なんでしょう、はい、来てない、来てないこれになっちゃう。来てないこれ。でも、大輔的にはすごいわちゃオールオーケー。ちょっと待ってよ、ちょっと
なんで喋んだよ。ムーンズ喋ってんの。めっちゃ喋ってる。ほんでまた、うん、ムーンズ喋ってるのって弱いな。西川さんに媚び売ってるんすよ。やめとけよ。やめとけ。媚び売ってるって言っちゃったらダメでしょ。ごめんなさい。そう、ムーンズは、うん、あの5人組なんですけど、はい、めちゃくちゃ仲いい感じで、いいぞ、すごいわちゃわちゃしてるグループなんです。いいぞ、なるほどね。そう、まあ、結構でもそれはそれでムーンズもキャラクター濃いよね、みんなね。濃いですね、はい、全員自由ですよね。お前が言うな。チュンクとかね、やっぱりね。え、チュンク、いやいや、それは名前じゃないから。え、役名じゃないから。あ、そっかね、役名じゃないか。関村帝すごい、関村帝。大体それやるとき縦にやんねんけどね。あなただけその習字やないねんから。関村帝。そうそれの方が遠いんですよ、どうか。知らんがな、それは自分のさじ加減やろ。そう、そう、まあ、こんな感じで自由な感じで、ね、まとめてるリーダーがいるっていう、はい、そう、でもリーダーじゃないんですよ。そうね、別にムーンズ的なリーダーは誰？リーダー的な、なんかリーダーは明確には決まってなくて。あ、そうなの？でもなんかリーダー的なポジションというか、うん、結構わちゃわちゃしているメンバー。リーダー。そう、だからもうリーダー。そうね。決まってんじゃん。そう、決まってそう。上村がリーダー。でもリーダーって受け入れてるような感じらしいです。うん、みんなで仲良くしようみたいな。もうビジュアル的にはもう完全に森久保さんがリーダーですけど。もうセンターじゃないでしょ。センター金髪。胸開いてる、キラキラついてる。ビジュアルじゃなくて、多分年齢のこと言ってるんでしょ、多分ね。年齢的にもね。困るんですよ、年齢突出しちゃってた子女で。いや、だからそれからね、こう安心感があるっていうね、大事な場所みたいな感じでございますけれども、ね、なるほど、個性が強いです、本当に。これに言ったらね、この前もちょっとイベントでありましたけど、さらにもう一つユニットが加わってということになります ね。アニメはとりあえずこの10名ね、3ユニットでスタートということになるわけでございますけれども、いや、これは非常にね、盛り上がるんではないかと思います。はい、ということでございましてね、皆さんもね、非常に期待を持ちながら頑張っ、うん、チャイムが鳴りましたね。僕はメールが届いたのかなと思いましたけど、うん、もっとキロリロリンとかでもよかったんですけど、さあチャイムが鳴りましたよ。さあ、こちらご覧ください、皆さん。はい、ね、B プロジェクトことアンビシャスからのお願いでございます。皆さんへのお願い、一体何なんでしょうか。ドン、会場の皆さんの声をアニメ本編で使用したいので録音させていただきます。ギャラは出ませんから。分かってるよ。それは分かってるでしょ。あなたたちにギャラは出ませんから。やめなさい。それ言っちゃうから考えちゃう。そうですよ。じゃあやらないってなっちゃえば。嫌でしょ、何かが出口でこうやってたら。難しい。残念ながらね、やらってませんけども。出ないね。オフマイクでトーク難しいっていう。やめなさい。大丈夫です。面白いです。大丈夫、超面白いです。今のところ大丈夫です。いや、もう今日も出る前に楽屋で傷跡だけは残しますって。もう何個も残すんです。もうどっちゃでもええから。確かに超面白い。さあ、ということでございましてね、皆さんになんと本編で使う、ね、声、これは俗に言うガヤと言いますか、はいはい、ね、本来ならね、スタッフとかその出演者全員でやったりすることが多いんですけど、これ小野さんどうしたらいいですか。皆さん、なんかコツというか、これはもうその皆さんのB プロジェクトに向ける思いというのをですね、ああ、こうステージに届けるつもりでやっていただきたい。そうそう、あの、はい、録音するというイメージじゃなくて、ステージに届けるのを、はい、もう集音マイク随所に各所に置いてありますので、それで拾いますから。そうですね。だからアニメ見た時にキャーって言われたら自分たちなのよ。ははは、やったね。こんな贅沢、俺も言うたろうかな、キャーって言うといたろうかな、ほんま。最高にでかい声でオラ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 、やめとけ。言っていただければね。ガヤじゃない。そんな絶対言うたらガヤじゃない。絶対言うたらあかんからな。ほんで、あのその役名とか人の名前とかグループ名をちょっと言わん方がいいのよ。汎用性とかね、いっぱい使えるように、いろんな場所で使うと思うんで、はい、じゃあちょっと練習いくよ、はい、せーの、キャーね、完成ね、いくよ、せーの。ちょっと待って、この辺さ、何かキャーって言ってたけど、そういうことちゃうのよ。僕ら出てきた時とえらい違いです。そうね。なんかもうちょっとなんか色っぽい感じが。出てくる、もう一回出てくるじゃん。あ、もう一回出てきましょうか。一回、そうね。みんなで。うん、あ、それ、あ、それいいね。その時に皆さんにキャーって言ってもらえば。あ、そうしてください。ほんで一回吐けて。はいはいはい。で、7秒間いるから。7秒間結構長いっすよ。結構長い。止めるなよ。時止めないよ。止めらんないよ。そんなとこで止められないよ。ワールド A から早う向こう行
いはい、ほんで7分で全員出てきてよ。はいはい、なんかちょっと小走りね。わかりました、小走り、小走り、はい、さあ、そしたらあの登場です、どうぞぐらいで出てきたらもうギャーうわー、俺も言うからキャーってできるできる、負けへんからな、高さは声の高さ負けへんからな。さあ、それではいきましょう、 B プロジェクトのメンバーの皆さんです、どうぞ。これいいんじゃないですか。なかなか良かった、なかなか良かった。ああ、なかなか良かった。いや、言いやすいかなと思って。言いやすかった今、うん、でも君たちのクオリティはまだもっともっといけるはずだ。じゃあちょっと皆さん、あの後ろ一回振り返ってもらっていいですか。後ろ、え、後ろ、はい、ほんでみんなが正面向きますからね、はい、なるほど。その時にうわーって言ってる。それでは行きましょう、今日のメンバー B プロジェクトの皆さんです、どうぞ。すごい、よし、もう多分ニコ生、ニコ生でもキヤーって笑います。それもなんとか使えたんやけどね。はい、ということでどうもありがとうございました。それではお座りになってください、はい、素晴らしかったです、はい、ありがとうございます皆さん、ありがとうございま す, いま す, いま す, います。ただ君たちにギャラを与えた、分かった分かった、もうその念押し絵はもう悲しなるさあ、ということでございまして、ね、ありがとうございました。だから皆さん楽しみにしてくださいね。そうですね、アニメ始まったらこれが完成の中に混ざってるかもしれないですね。今のいろんなとこで切ったりね、繋いだりしながら皆さんのキャーですよねえ羨ましい俺のキャーも入ってるからね、俺も言ったから、うん、ただあなたにもギャラは出るよ今日のギャラは出るよ。え、出るの？今日のは出るよ、今日のは出るよ、今日のは出るよ、え、出る？二次使用は出ねえよ、二次使用は食べなかった、あの出るのっておかしい僕これ事前授業でやってたらすごいよ、すごいカロリーよ、出るの。さあ、ということでございまして、ここからはですね、 B プロジェクトのインフォメーションをお知らせいたします。先ほどもお伝えしましたが、テレビアニメ B プロジェクト鼓動アンビシャスはですね、7月7月より放送でございます。東京 MX、 ABC 朝日放送、 BS11 ほか、ご覧のね、栃木テレビとか群馬テレビでもございます。はい、さあ、そしてここからが新情報でございますよ。テレビアニメの主題歌も決定しておりますよ。オープニングテーマは本日お越しの B プロジェクト10名が歌う鼓動アンビシャスということになっておるわけでございますね。作詞作曲はなんと西川さん&志倉さんの最強タッグを手掛け、7月6日に、はい、発売されるということで、ぜひお楽しみに。そしてエンディングテーマは北コレのお二人が歌います。わお、ね、星と月のセンテンスということでございまして、カップリング曲には、スライブとムーンズの新曲も収録されると。いいですね、非常に豪華な内容となっております。こちらは7月27日発売ということでね、オープニングエンディングともに、本日から予約開始となっておりますから、ぜひお早めにご予約してください。はい、さあ、最後にテレビアニメ公式サイト公式ツイッターがただいまオープンしました。おお、すごい、なんと私の今ただいまオープンしましたで、なんかスタッフがクリックして、はい、スタートしました。すごい、すごい、そう、今です、今です。はい、ね、今後テレビアニメの最新情報はこちらの公式サイトにアップしていきますので、ぜひね、チェックしていただきたいと思います。さあ、ということでございまして、え、嘘やろ、もうそんな時間、あれ1ページ飛ばした俺、あれ、あら、もうちょっとお別れの時間になってしまいましたね。早い。でも楽しかったですか？ありがとう。うん、よかったね。さあ、ということで、あのね、本日出口の方でね、皆さんにその B プロジェクト鼓動アンビシャスのアニメ本編にも出てくるアイドル雑誌キス&ハグの特別号をですね、お配りいたすんですよ。おこれね、これあの
あの表紙が全部違うけど中は一緒なのね。ほんでもう選ばれへんからあのそんなん言うたら変えられへんやろ。え裏表紙裏表紙一緒やからな、何の話ですか。そのコメントいるもん、ありがとう。ランダムにそれはごめんなさい、渡しますけど、これね、アニプレックスのブースに行くとありますので、うん、ほんでそこでも、当然もうだから全部揃えた人はそちらに行ってください。それか、その辺の仲のいい人と、うん、どこのファンなんとか言い合いしてください。さらにね、このキス&ハグでございますけども、明日28日よりアニメイトの大賞典で急遽配布することが決定 しております。だからニコ生をご覧の皆さんもですね、手に入れることができますので、ね、お近くの、大賞 のアニメイトに行っていただきたいと思います。はい、ということでね、はい、詳しくはテレビアニメ公式サイト先ありましたけど、あちらをご覧ください。はい、ということで、じゃあもう最後。ちょっと皆さんからメッセージもらいましょうかね、一言一言。じゃあちょっと前に出ていただいて、じゃあ今度はあ、すっちゃん、そっちから行きましょうか。そっちから行きます。そうですね。ただまさくんから行きましょうか。はい。はい。そうですね。こうコンテンツとしては始まったばかりの、まあ、コンテンツでございましたけども、こうやってアニメの発表ができて、そしてこの10人でどんどんスタートしていくということなんですけども、この10人がアニメの中だとどういう風にまとまっていくかって。どうしたの？どうしたの？めっちゃいいこと言ってんすよ今。すっげえいいこと言ってんすよ。聞いてた聞いてた。聞いてました。うん、よかった。なんかね、なんかみんなトゥンクってできたらいいなっていう思うんですよ。作品を見て毎週毎週トゥンクって思えるような作品にしていきたいと思いますので、アニメの方もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。松田さんどうもです。はい、そして。はい、本当にあっという間の短い時間でしたけれども、とても。すごいビッグニュースがあったりと楽しめたさんしました。どうしたなんで後半フランス語みたいになってたの。向こうが長かったもんで。嘘つけ。はい、とても皆さんと一緒に楽しくいろんな情報を見ることができました、この情報がどんどん皆さんの手元に届くことがもっと増えていくと思いますので、その時にはまた皆さんと一緒に楽しめればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて、はい、はい、そうですね。違う違う。え、なぜ大サリン光としはやめなさい。さっき楽屋で大サリンのボイスサンプル一生懸命聞いてたんですよ、あの人。真似しないといけないからね。何をしてんのかなと思ったら真似しないといけないから。そういうわけですね、皆さん。いつも通りの俺だから大丈夫、お楽しみに。ありがとうございました。森久保さん、もうちょっとちゃんみんな欲しがってるから、もうちょっとちゃんと森君さん、ちゃんと、いや、もう本当はこのメンツだともこの先どうなるか分かりません、このプロジェクト。本当に、不安しかありませんけど、精一杯楽しみたいと思いますので、皆さんも、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして、はい、桃太郎役の柿原哲也です。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございますね。ニコ生ご覧の皆さんも本当にどうもありがとうございます。今日初めてようやくアニメのプロジェクトが始動したということを言える、そんな、今までね、 B プロジェクトって結局何なのっていうのでずっと疑問がいっぱいだったと思うんですけども、僕自身も本当早くずっと言いたかったんですが、今ようやくできた、言えたっていうことが本当に一番嬉しいですね。これからこのメンツで、すげえ楽しい作品にしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも力を貸してください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあそしてリーダー。はい、今日やっと本当に皆さんにこうアニメ化するよっていうことをお伝えすることができて本当に嬉しいなと思うし、まあ一応そのムーンズのリーダー的なポジションから言わせてもらうと、本当に今日こうやってムーンズが揃ったことがすごく嬉しいなと思っていて、ね、ありがとうございます。初めて揃いましたからね、ある種ね、イベントではね、そう初めて揃って、なんかまたこの5人でもわちゃわちゃ楽しくアニメでもやっていきたいし、またこの10人でどんどん盛り立てていきたいなと思うので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。あー、素晴らしい、さすがリーダー。はい、
じゃあ続いていきましょうか。はい、はい、本日は朝早くからお集まりいただきありがとうございました。そしてニコ生の皆さんもありがとうございます。本当にこれだけ大きなプロジェクトに自分自身参加させていただいて本当にありがたいなと思いつつ、本当まだ始まったばかりだと思います。まあ、キタコレスライブムーンズ、そしてまあ僕らの後輩のキラーキングという後輩ユニットもできましたし、これからまあ僕たちの活躍をですね、まあ、みんな見届けていただけたらなと思います。みんなで楽しいライブとかもねやりたいし、そういうのもイベントも期待してていただいて、僕らも楽しみにしたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、アシュー雄太役の花江夏樹です。今日は短い時間でしたけれどもありがとうございました。アニメがついに発表ということで僕も本当に、楽しみでなりません。どうなるか、しっかりですね皆さんの目で、見届けていただいて、僕もその分、頑張らせていただきますし、スライブとしても、3人で団結して、頑張っていきますし、他にも素敵な先輩方に囲まれこの先本当どうなるか分かりませんけれども、いい方向にいい方向に、行くことを信じて、皆さんで盛り上げていってください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、金城剛志役豊中俊之です。本日はお越しいただきましてありがとうございました。そうですね、アニメが始まったら、まあね、先ほどもちょっとキャラ説明の時に喋ってましたけど、ちょっと3組っぽい感じの、スライブという、3人組のユニットなんで、まあアニメ本編中にねちょっと3人が仲良くなっていくみたいなねエピソードとかね、あとはそのそれぞれねキタコレとかムーンズとか、他のユニットとかとこう絡むっていうことも、僕自身も楽しみに、していますので、まあそういうところでね、皆様が皆様なりのね、それぞれの推し面をね見つけて、お私の推し面と私の推し面が絡んでいるみたいなところをね楽しみに、ああそう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 、あ来たこれ来たこれ、そう来たこれが来た、こら右に来たこれじゃない何を言ってんのあんたは、岸尾さんがやってきたのに反応しただけなのに、なんかやや受けっていうなんかすいませんごめんなさい、俺もうまいこといかせなくて女性が多いのでそうなります、はい、申し訳ない申し訳ない、午前中やからまた、はいはい、まあ、こんな描写は多分ないと思いますけれども、それ以外のところでもね、皆様それぞれの楽しみを見つけていただければと思いますのでよろしくお願いします。ニコ生ご覧の皆様ありがとうございました。何をやってんだよもうカメラさんに感謝やで、今のカメラさんが下げることなくキープしといてくれたから結果俺が滑らされたみたいな感じ。そうよ怖いよ、いやちょっと空気が悪いね。あすいません、違うこっちのせいじゃない、こっちのせい、今日ギャラ出ないからじゃあありがとうございます。じゃあ、はい、まあ、4月にアニメ化ということなんでね、夏でございますね。夏といえばやっぱり体を夏にして、ああね、過激にさあ行こう、ああ夏を制するものだけが恋を制する、ああもう覚悟決めちゃってください。ああよろしくお願いします。誰だろう、スタッフ下から扇風機持ってきてくれんから当ててあげて、岸尾さんちょっと煽りたいやけどないか、急には無理か。ありがとうございます。ちょっとね、はい、たまたま思いとなんか重なっちゃいましたね。そうですね、ね重なりましたね。西川さん媚び打ったよ、やめとけそれ言っちゃダメ、言うんじゃないよ、言うんじゃない、コビ売るときそれ言っちゃダメな、うん、難しいね、トーク難しいな、オフになってから言わないトーク難しいねはい、さあそしてオロさんお願いします。はい、この度は B プロジェクト、のステージ、来ていただいて見ていただいて本当にありがとうございます。僕も実はその初めてこうやってB プロジェクトのステージに立つ、ね、イベント今まで何回かありましたけどね、はい、うん、ということでですね、さっきお前ジョジョのステージ立ってたんだけど、このネットステージはね、確かにやれやれたぜ、いややめなさい、ありがとう、優しいじゃない、いやでもこの岸尾さんと僕ってやっぱ混ぜるとこうなっちゃうんですよ、いやいやいや、だからやっぱ楽しいし混ぜるな危険ね、ある種ねいい化学変化ってことですよ、いい化学変化起こってますね、化学変化、化学反応、はい、楽屋来た時に、うん、その初めてのメンバー、今日は本当に初めて会うメンバーもいたり、ね、うん、そしていつものメンバーも いたりして、そうです、ね、すげえ楽しくて、すでにそうイベント的に、はい、僕もでだから森久保さんと小野さんが初めてなんですかね、このイベントずっとやってきた中ではね、はい、でもなんか実はちょっと安心してます今日、いやもう、はい、森久保さんは不安って言ってましたけど僕もちょっと不安ですけど、でもこの作品きっとすごくすごく楽しい、
すごくすごく面白い作品になるということを今確信しましたので、はいはい、あとは皆さんの応援、皆さんの声援を、B プロジェクトにください、これからもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、もういいですか皆さん、それぞれ言い残したことないですか？大丈夫、出し切りましたか？あ、学校これ学校先生みたいになってましたね。大丈夫ですか？大丈夫です。もう OK ですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ今後でもね、だからいろんな展開が予想されますので、こういう皆さんが出られてのイベントもございますしね、当然 CD 展開、もしかしたら皆さんが実際に皆さんの前でちょっと衣装を着ながら歌みたいなこともね、うわダンスみたいなことも、それは結構無限ですよ。だって前回のイベントでもやりましたからね、そういうね、そうだそうだ、そう、新しいユニットが衣装を着て歌って踊りましたから、そんなこともありますから、今後ねいろんな展開ございますのでね、ぜひぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということで以上 B プロジェクトプレミアムステージでした。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。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 これからも B プロジェクトをよろしくお願いします。これからの展開に期待していただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。これが B プロジェクトです。ありがとうございます。合ってますか？ありがとうございます。これが B プロジェクトです。これが。ありがとうございました。美味しいお昼ご飯食べてね。はい、ということでございまして、皆さんね、帰り、これが出口。裏拍子？裏拍子一緒やからな、何の話ですか。そのコメントいるもん。ありがとう。あのランダムにそれはごめんなさい、渡しますけど、これね、アニプレックスのブースに行くとありますので、うん、ほんでそこでも当然もうだから全部揃えた人はそちらに行ってください。それかその辺の仲のいい人と、うん、どこのファンなんとか言い合いしてください。さらにね、このキス&ハグでございますけども、明日28日よりアニメイトの大賞典で急遽配布することが決定 しております。だからニコ生をご覧の皆さんもですね、手に入れることができますので、ね、お近くの、大賞 のアニメートに行っていただきたいと思います。はい、ということでね、はい、詳しくはテレビアニメ公式サイト先ありましたけど、あちらをご覧ください。はい、ということで、じゃあもう最後ちょっと皆さんからメッセージもらいましょうかね、一言一言。じゃあちょっと前に出ていただいて、じゃあ今度はすっちゃん、そっちから行きましょうか。そっちから行きます。そうですね、まだまさくんから行きましょうか。はいはい、そうですね、こうコンテンツとしては始まったばかりの、まあ、コンテンツでございましたけども、こうやってアニメの発表ができて、そしてこの10人でどんどんスタートしていくということなんですけども、この10人がアニメの中だとどういう風にまとまっていくかって、どうしたの、どうしたの、めっちゃいいこと言ってんすよ今、すっげえいいこと言ってんすよ。聞いてた聞いてた。聞いてました、うん、よかった。なんかね、なんかみんなトゥンクってできたらいいなっていう思うんですよ。作品を見て毎週毎週トゥンクって思えるような作品にしていきたいと思いますので、アニメの方もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。松田さんどうもです。はい、そして、はい、本当にあっという間の短い時間でしたけれども、とてもすごいビッグニュースがあったりと楽しめたさんしました。どうした、なんで後半フランス語みたいになってたの。向こうが長かったもんで。嘘つけ。はい、とても皆さんと一緒に楽しくいろんな情報を見ることができました。この情報がどんどん皆さんの手元に届くことがもっと増えていくと思いますので、その時にはまた皆さんと一緒に楽しめればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて、はい、はい、そうですね、違う、え、なぜ、オサリンヒャルクシワやめなさい。さっき楽屋でオサリンのボイスサンプル一生懸命聞いてたんですよ、あの人。真似しないといけないからね。何をしてんのかなと思ったら真似しないといけないから。そういうわけですね、皆さん、いつも通りの折り上げで大丈夫、お楽しみに。ありがとうございました。もう一個さ、もうちょっとちゃんみんな欲しがってるから、もうちょっとちゃんと、森君さんちゃんと、いや、もう本当このメンツだともうこの先覚悟してね。よもー、
ムーンズの増永和奈です。今日は俺たちに会いに来てくれてありがとう。また君との新しい思い出が増えると思うとなんだかドキドキしちゃうね。ムーンズの王者の桃太郎だ。俺たちにとっても今日は特別な日になる。忘れられないステージにするから、目をそらさず俺のこと見ていてほしい。イエーイ、オサリヒカルです。会場盛り上がってる、テンション上がってる、みんなの声を聞かせて、イエーイ。足りねえな、もっともっと声聞かせろよ。やればできんじゃねえか、ムーンズののめたつひろだ。最後まで気抜くんじゃねえぞ。さすが僕たちの可愛いウサギちゃんたちは優秀ですね。あ、申し遅れました。ムーンズの関村ミカドです。皆さんやめてください。ちょっかいやめてください。やめなさい。さて、今日はビッグニュース。やめてください。もうウサギくん。今日はビッグニュースがあるとか。皆さん、トゥンクの準備はいいですか？あの、なんでみんな静かにやってくるんですか？はい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 、あら、ということでございまして、ザリバヤスさんだ。ありがとうございます。ちょっともう口々に言わない。さあ、ということでございまして、B プロジェクトプレディオステージへようこそお越しいただきました。いいテンションですか？よ、良いテンションですね。まあ、こんなにいっぱい来ていただいて。さあ、ということでございまして、ね、今回はね、ニコ生をご覧の、ね、皆さんもね、一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、司会のアメリカザリガニ柳原です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますよ。アメリカの方の人。アメリカ、アメリカ、うるさい。今日押せないんだから、そんなに。じゃあ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 、そんな国家も、そんな国家背負ってない俺らは。東洋人丸出しということでございまして、もういい、ご挨拶しなさい。順に小野さんから一人ずつ、持ち方から順に、はい、ご挨拶どうぞ。あーってる、それもなんとか使えたんやけどね。はい、ということでどうもありがとうございました。それでお座りになってください、はい、素晴らしかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ただ君たちにギャラだよ。分かった、もうその念押し、ええわ、もう悲しなる。さあ、ということでございまして、ね、ありがとうございました。だから皆さん楽しみにしてくださいね。そうですね、アニメ始まったらこれが完成の中に混ざってるか。そういうことで、今のいろんなとこで切ったりね、繋いだりしながら皆さんのキャーですよ。ねえ、羨ましい。俺のキャーも入ってるからね、俺も言ったから。ただあなたにもギャラは出るよ。今日のギャラは出るよ。え、出るの？今日のは出るよ。今日のは出るよ。え、出る？二次使用は出ねえよ、二次使用は。食べなかった、あの、出るのっておかしい。僕これ事前授業でやってたらすごいよ。すごいカロリーよ。出るの？さあ、ということでございまして、ここからはですね、 B プロジェクトのインフォメーションをお知らせいたします。先ほどもお伝えしましたが、テレビアニメ B プロジェクト鼓動アンビシャスはですね、7月7月より放送でございます。東京 MX、 ABC 朝日放送、 BS11 ほか、ご覧のね、栃木テレビとか群馬テレビでもございます。はい、さあ、そしてここからが新情報でございますよ。テレビアニメの主題歌も決定しておりますよ。オープニングテーマは本日お越しの B プロジェクト10名が歌う鼓動アンビシャスということになっておるわけでございますね。作詞作曲はなんと西川さん&シクロさんの最強タッグを手掛け、7月6日に、はい、発売されるということで、ぜひお楽しみに。そしてエンディングテーマは北コレのお二人が歌います。わお、ね、星と月のセンテンスということでございまして、カップリング曲には、スライブとムーンズの新曲も収録されると。いいですね、非常に豪華な内容となっております。こちらは7月27日発売ということでね、オープニングエンディングともに、本日から予約開始となっておりますから、ぜひお早めにご予約してください。はい、さあ、最後にテレビアニメ公式サイト公式ツイッターがただいまオープンしました。おお、すごい。なんと
私の今ただいまオープンしましたでなんかスタッフがクリックしてはいスタートしました。すごい、すごい、そう今です、今です、はい、ねえ、今後テレビアニメの最新情報はこちらの公式サイトにアップしていきますのでぜひねチェックしていただきたいと思います。さあということでございまして、え嘘やろ、もうそんな時間、あれ1ページ飛ばした俺、あれあら、もうちょっとお別れの時間になってしまいましたね。早い。でも楽しかったですか？ありがとう。うん、よかったね。さあ、ということで、あのね、本日、出口の方でね、皆さんにその B プロジェクト、思うんですよ、作品を見て、毎週毎週、トゥンクって思えるような作品にしていきたいと思いますので、アニメの方もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。松田さん、どうもです。はい、そして、はい、本当にあっという間の短い時間でしたけれども、とてもすごいビッグニュースがあったりと楽しめたさんしました。どうしたなんで後半フランス語みたいになってたの。向こうが長かったもんで、嘘つけ、はい、とても皆さんと一緒に楽しくいろんな情報を見ることができました、この情報がどんどん皆さんの手元に届くことがもっと増えていくと思いますので、その時にはまた皆さんと一緒に楽しめればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて、はい、はい、そうですね、違う、えなぜ、オサリヒカルとしてはやめなさいさっき楽屋でオサリのボイスサンプル一生懸命聞いてたんですよ、あの人真似しないといけないからね。何をしてんのかなと思ったら真似しないといけないから、そういうわけですね、皆さん。いつも通りの折り上げで大丈夫、ね、お楽しみに、ありがとうございました森久保さん、もうちょっとちゃんと、みんな欲しがってるからもうちょっとちゃんと、森久保さん、ちゃんと、いや、もう本当はこのメンツだともこの先どうなるか分かりません、このプロジェクト本当に、不安しかありませんけど、精一杯楽しみたいと思いますので、皆さんも、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしてはい桃太郎役の柿原哲也です、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございますね。ニコ生ご覧の皆さんも本当にどうもありがとうございます、今日初めてようやくアニメのプロジェクトが始動したということを言える、そんな、今までね B プロジェクトって結局何なのっていうのでずっと疑問がいっぱいだったと思うんですけども、僕自身も本当早くずっと言いたかったんですが、今ようやくできた、言えたっていうことが本当に一番嬉しいですね。これからこのメンツで、すげえ楽しい作品にしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも力を貸してください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあそしてリーダー、はい、今日やっと本当に皆さんにこうアニメ化するよっていうことをお伝えすることができて本当に嬉しいなと思うし、まあ一応そのムーンズのリーダー的なポジションから言わせてもらうと、本当に今日こうやってムーンズが揃ったことがすごく嬉しいなと思っていて、ね、ありがとうございます。初めて揃いましたからね、 ある種ね、イベントではね、そう初めて揃って、なんかまたこの5人でもわちゃわちゃ楽しくアニメでもやっていきたいし、またこの10人でどんどん盛り立てていきたいなと思うので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。あ、素晴らしい、さすがリーダー。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、はい、本日は朝早くからお集まりいただきありがとうございました、そしてニコ生の皆さんもありがとうございます。本当にこれだけ大きなプロジェクトに自分自身参加させていただいて本当にありがとう。みんなも同じ気持ちかな。今日はたくさん楽しんでいってね。スライムの藍染めケントです。ようやく会えたね、子猫ちゃんたち。俺のこと以外考えられないようにするつもりだから覚悟してね。どうも、ムーンズの増永和菜です。今日は俺たちに会いに来てくれてありがとう。また君との新しい思い出が増えると思うとなんだかドキドキしちゃうね。ムーンズの王座桃太郎だ。俺たちにとっても今日は特別な日になる。忘れられないステージにするから目をそらさず俺のこと見ていてほしい。イエーイ、オサリヒカルです。会場盛り上がってる、テンション上がってる、みんなの声を聞かせて、イエーイ。
足りねえな、もっともっと声聞かせろよ。やればできんじゃねえか、ムーンズののめたつひろだ。最後まで気抜くんじゃねえぞ。さすが僕たちの可愛いウサギちゃんたちは優秀ですね。あ、申し遅れました、ムーンズの関村ミカドです。皆さんやめてください、ちょっかいやめてください、やめなさい。さて今日はビッグニュース、やめてください。もうウサギくん、今日はビッグニュースがあるとか。皆さんトゥンクの準備はいいですか。あのなんでみんな静かにやってくるんですか。はい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 、ということでございまして、ザリバヤスさんだ。ありがとうございます。ちょっともう口々に言わない。さあということでございまして、 B プロジェクトプレミアムステージへようこそお越しいただきました。いいテンションですか。よ良いテンションですね。まあこんなにいっぱい来ていただいて、さあということでございまして、ね、今回はねニコ生をご覧の、ね、皆さんもね一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも司会のアメリカゼリガニ柳原です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますよ。アメリカ、アメリカの方の人、変な声、変な声、アメリカ、アメリカ、うるさい。今日押せないんだから、そんなの後ろに座っていただきましてね、はい、はい、ということでどんどん行きましょう。さあ皆さんもねすでにご存知と思いますけど、この B プロジェクトとは音楽、ラジオ、イベントなどさまざまなメディアを巻き込んでドラマティックに展開するスーパーアイドルエンターテインメントストーリーとなっとるわけでございますね。総合プロデュースに西川貴教さん、そして企画原作に志倉千代丸さんが担当されてですね、まさにもうね今もこれ最強のタッグと言ってもいいでしょうね。もう二人ね、うん、あの年も近いで話もすごく合うみたいでございます、うん、はい、ということでここまではね皆さんもご存知でしょうね。すでにホームページに公開されてますから、ここから先はですねもうあえてね掲載している情報はお伝えしませんよ。新情報ばかりですからね。よあいいね、そういうの欲しかったのよ。新情報ばかりですからね。ああ本当に叩けば響くね君たちは、ありがとう。さあということで初出し情報盛りだくさんでございますから、まずは最新 PV が出来上がりましたんで早速ご覧いただきますよ。どうぞこれだ。ということですよ。よい。ねえ、やりましたねこれ。はあ。ということでね、こういう面々でやっていくわけでございますよ。はあ、いいですね。はい。ということです。いいですよ皆さんリアクション。ほんでそのサイリウムですか？あの。歌ってる時に各自がすごい打点の低いところで振ってたんやけど今もっと打点だからここしかチャンスなかったかもよ。あさあということでございます。柿原さん、これ柿とうとう指導しましたねこれで。はい、もうこの前のイベントで横に俺の横に来てね、柿が柳原さん僕たちはどうなるんですかってずっとこれね、そうだね、一番僕たちがその情報というものを得ていない、だから皆さんと全く同じ状況だったんですよ ね、はい、それがとうとう皆さんに発表できるっていう、うん、これ指導したということでございますけどもね、はい、まあ、この3組今日ね、ご覧のね3組の皆さんがどうアニメで絡んでいるか非常に楽しみではございますけれども、続いてはですねこの3ユニットにフォーカスをしてですね話を していきたいと思います。まずは、はい、北頃のお二人からいきましょうか。はいね、まあ、うん、このダブル大輔さんでございますけど、どうですか、チームワーク的にはお二人は。超仲良しです。あ、さすが、はい、です。まあ、はい、まあ、大体僕が先輩なんで僕の言うこと全部聞いてくれるんで。そうですね、大丈夫ですね、はい、イエスマンですね、はい、全て、はい、他のユニットと比べてね、2人しかいないからフットワークは実際マジで軽いですよね。そうですね、でもそうですね、うん、いろんなところに。ムーンズの増永和奈です。今日は俺たちに会いに来てくれてありがとう。また君との新しい思い出が増えると思うとなんだかドキドキしちゃうね。ムーンズの王様桃太郎だ。
俺たちにとっても今日は特別な日になる。忘れられないステージにするから、目をそらさず俺のこと見ていてほしい。イエーイ、オサリヒカルです。会場盛り上がってる、テンション上がってる、みんなの声を聞かせて。イエーイ、足りねえな、もっともっと声聞かせろよ。やればできんじゃねえか、ムーンズののめたつひろだ。最後まで気抜くんじゃねえぞ。さすが僕たちの可愛いウサギちゃんたちは優秀ですね。あ、申し遅れました、ムーンズの関村ミカドです。皆さんやめてください、ちょっかいやめてください、やめなさい。さて今日はビッグニュース、やめてください。もうウサギくん、今日はビッグニュースがあるとか。皆さんトゥンクの準備はいいですか。あの、なんでみんな静かにやってくるんですか。はい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 、ということでございまして、ザリバヤスさんだ。ありがとうございます。ちょっともう口々に言わない。さあ、ということでございまして、B プロジェクトプレミアムステージへようこそお越しいただきました。いいテンションですか。よ、良いテンションですね。まあこんなにいっぱい来ていただいて。さあ、ということでございまして、で今回はね、ニコ生をご覧の、ね、皆さんもね、一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、司会のアメリカザリガニ柳原です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますよ。アメリカの方、変な声、うるさい。今日押せないんだから、そんなに。じゃあ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 、歌わない。そんな国家背負ってない俺らは。東洋人丸出しということでございまして、もういい、ご挨拶しなさい。順に小野さんから一人ずつ、持ち方から順に、はい、はい、どうぞ。改めまして、北これ北方と申した役、小野大輔です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。そして相方がまたいないじゃん。いや、もうええねん、そんな話。僕ザリガニやりましょうか。やらんでいいよ。そんなアメリカとザリガニでうち分けてないから。早く。いやということですよ。よい、ねえ、やりましたね、これ。はあ、ということでね、こういう面々でやっていくわけでございますよ。はい、いいですね。はい、はい、ということです。いいですよ、皆さんリアクション。ほんで、そのサイリウムですか、あの歌ってる時に各自がすごい打点の低いところで振ってたんやけど。今もっと打点だから、ここしかチャンスなかったかもよ。あ、さあ、ということでございます。柿原さん、これ柿とうとう指導しましたね、これで。はい、もうこの前のイベントで横に、俺の横に来てね、カッキーが、柳原さん、僕たちはどうなるんですかってずっと。これね、そうだね、一番僕たちがその情報というものを得ていない、だから皆さんと全く同じ状況だったんですよね。はい、それがとうとう皆さんに発表できるっていう、これ指導したということでございますけどもね。まあ、この3組、今日ね、ご覧のね、3組の皆さんがどうアニメで絡んでいるか非常に楽しみではございますけれども、続いてはですね、この3ユニットにフォーカスをしてですね、話を していきたいと思います。まずは、はい、北これのお二人からいきましょうか。はい、ね、まあ、うん、このダブル大輔さんでございますけど、どうですか、チームワーク的にはお二人は。超仲良しです。あ、さすが、はい、まあ、はい、まあ、大体、僕が先輩なんで、僕の言うこと全部聞いてくれるんで。そうですね、大丈夫ですね、はい、イエスマンですね。はい、全て、はい、まあ、他のユニットと比べてね、2人しかいないから、フットワークは実際マジで軽いですよね。で, すね、でもそうですね、うん、いろんなところにね、行けるでしょうし、キャキャ言われる担当、お笑い担当で完璧。いや、この担当は今初めて聞いたんですけど。いやいや、分かってたでしょ。分かってたでしょ。あんたキャキャ言われてればいいのよ。なんか2人見てたら、なんかキンキキッズみたいな感じがね。若干なんか、ああそうかそうか、大好きで一緒かみたいなね。あ、でもザリガニやりましょうか。やらんでええから。でもじゃねえ、でもじゃねえし、できそうやし、うん、僕もそっち側なんで。違う、限りなくそっち側。あなたはそっち側です。限りなくそっち側。あなたは声優。
ねえ気づいてあなたは声優めっちゃ、うん、シャカみたいな限りなく民に近い男で限りなく芸人に近い男ならなら、うん、なんで股間全部閉じたのかねえあんまり分からへんかなこのツッコミも、はいね、えなるほど、まあはい、その辺はちゃんと2人的には OK なんですね、はい、2人的には、はい、せーの大輔的にはオール OK です下手くそ下手くそ練習するならしとくそれ用のカンペ今の違いますでしょこれ北コレのなんかあのあ特徴について特徴いやそんな持ってきないな北コレのユニット名は北角コレクニ